ですか。ジュンミツさん、ありがとう。わお、疲れい。はい、今日はリクエストいただいた違う冬の僕ら、こういうゲームをやっていきます。はいはい。これどうしたらいいの。え、あ、どうやって始めるの。家のボタンじゃない。家のボタン押しました。あ、なんかコードが出てきた。あ、どっちかがどっちかのところに行くのか。あ、じゃあ来てもらう。あ、じゃあ久しぶりに。うん、言うよ。え、もう言っちゃうよ。口で言うの。待って、ちょっと待って、それは。あ、オッケーオッケー、じゃあ打つわ。いいよいいよいいよ、言って、いいよ。はい、行くよ。うん、 WC WC、 はい、 JU GU、 はい、あ、JU ね、 JU、 ジャパンの J ね、ジャパンの J と、はい、うんちの U。 あ、HGH HGH、 ドン。ま、来た。君はどっち、どっちがいい。あ、どっちでもいい。どっちでもいい。じゃあ右、俺。オッケー、俺じゃあ左利き。議長さんのとこ CM だった。お、ニャメロンさん来てくれてありがとう。ジュービッツ、ありがとうございます。アミオリンさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。JK。これでも、なんか JK っぽいよね。高校生ぐらいかな。違うのかな。なんかドットすぎて、フグがわかんねえ。23時57分、残業、残業終え？あ、全然 JK じゃなかった。滑り込んだ最終電車が僕だけを乗せて、冬の夜を走って。京さんの方が声いいから読んでもらおう。いや、そんなことない。線路沿いの街灯やと、お前漢字読めないの、バレーの宿とかじゃないよ。早く読め。線路沿いの街灯や遠くにそびえるビルの明かりが、ここからの距離に応じて一定の速度で窓の外を流れている。これあなたのターンじゃないの。ボート見ていると、あ、これあなたの、多分あなたのキャラでしょこれ。え、そっちもこの人なの、男なの。うん、ちょっとオレンジっていうかそれっぽい服着てる人じゃないの。え、俺オレンジなんか着てない、緑だよ。え、じゃ違うのか。ぼーっと見ていると宮沢賢治の銀河鉄道の夜を思い出した。子供の頃確か授業で読んだはず。内容は覚えてないけれど、悲しい話だったろうかと、ふと読み返してみようかなと思った。すぐにどうせ読みもしないくせにと思った。こうやって感傷的になって、ああしようこうしようと考えてみたところで、どうせそれは不自由でつまらない音になった。自分の認めないための防波堤でしかなかった。これ何、心に来るタイプ感じ。二人かけてくるよ。したいことをしてやり、したいことをしてやりたいことをやる、そういった子供の頃のような自由を、まだ自分は失っていないのだと思いたいだけだ。本当に銀河鉄道の夜を読み返したいのなら、今この手に持っているスマートフォンで電子書籍を購入してもいいし、明日には家にポストに入っているように紙の書籍を購入してもいい。けれど実際に僕が言っているのは、その一時一時の自分の境遇を忘れてくれるよう、過剰なだけが取り入れたコンテンツを自動的に摂取する。小学校の頃思い出すでしょ、中学とか。多分こういう系のゲームでしょ。SNS のトレンドでパケットモンスター、通称パケモン、うん、パケモンの新作が今日発売されていたことを知った。俺は知らないと思う。金銀以降、金銀よ、ガチか。金銀以降遊んだことはなかったが、小学生の頃は何からも何に小学生の頃は何かからも目を背けるように、暇さえあれば遊んでいた。通信ケーブルをいつも持ち歩いて、当時の親友たちも育ったパケモン、パチモンじゃない、ごめん。パケモンを育てては何度も対戦した。
高台にある街を見渡せる公園のベンチで街灯と自動販売機の明かりだけを頼りに暗くなってはまだあった。あの出来事が起きたことだ。それも途絶えてしまう。あの冬のあの出来事、それを思い出すたびにどうしようもない無力感が体全体を覆うのを感じる。え、これバッドエンドが決まってる系ゲームですか？なんかね。けれど巨大な質量を持った天体のようにひとたび近くを通ってしまえば重力にとらわれ引き寄せられるしかなかった。引き寄せられるしか他はなかった。だからもう僕は思い出さざるを得ない。あの冬を思い出す。特別寒くもなく雪を降るわけでもない平凡なあの冬。あの出来事を思い出す。不可思議で不条理で世界が変わるようなあの出来事。あの友達を思い出す。10歳の僕にとってかけがえのないあの親友。これ絶対お前のパターンじゃないのこれ。俺の心だったこれ。あの友達を思い出す。もうすでに失ってしまったあの友達。これ絶対あなたのターンのやつじゃん。オレンジの服が着てないもんだって。本当？もうすでに失ってしまったあの緑だよ。俺の目がおかしくなければ緑。これタイトルコール。違う冬の僕だ。始まるよー。おじさんがもう小学生の頃思い出してるみたいになる。急に。戦争があったの。小学校の頃に経験した話がメインだって。音量とか大丈夫ですかねこれ。あ、これが俺ら。いけ。あ、やば。よげろよげろ。ダメだ。また負けた。男やなんで。死ぬすぎる。カメゴンはずるいだろ。消えちゃったんだ。無理だわ。このテンションを俺ずっと続けられん。絶対裏技で増殖しようとして失敗した。そんな。そういえばさ、お前は新しいポケモンやらないの？お前お男なの？知らん。ルビー、サファイア、そう、アドバンスのやつ。クラスでみんなやってるの？これさ、でもガチで俺ら小学校の頃じゃない？そんぐらいかな。でも君、あ、お前か。いいサファイアってあった。そうね、小学校の頃で。エメラルドとかあの辺の前でしょ多分。うん、そう、エメラルドがのがそのなんていうの、ちょっと特別版。なんかその後に出たなんかやつだよね。そう。でも君は知らないんでしょ。だったらやっても楽しくないよ。あ、議長さんがパソコン潰れた時の俺や。僕はやりやりならやりたいけど。アドバンス持ってないし、お金ないし。母さん今スナックと彼氏でいっぱいいっぱいでさ、どうせ今度のクリスマスにも何ももらえないと思う。そうだよね。そう、笑うなお前。殺す。やばい、ギリに触れた。じゃあ僕がアドバンスとカセット2個ずつ買うから一緒にやろうな。そういう心はあるから。もちろんお金だけはいっぱいあるし、それも母親も僕に興味なんで。気悪ぅ。僕が同じゲームを2個買おうが何も言われないよ。うん、いいよ別に。お前にまだ1回も勝ってないし、とりあえず勝てるまでこれやるよ。とか勝てるといいな。弱くても。おお、おめえちょっと裏こいや。1回だけでも勝てるといいな。おお、裏こい。お前ちょっと、そこのベンチにゲームボーイ置け。どう手加減しても勝っちゃうんだよ。気持ち悪いよなお前。ふざけんな。省庁だかなんだか知らないけど、あんなバカでかい自分の石像作るとかさ。あれ何？あの少年よ大志へ抱けみたいな。僕があんな大人になったらさ、首つって死にて。あの足の細いところあるじゃん、あそこに隕石とか当たってポッキリ折れたらすげえ面白いんだけど。それ俺だったわ。自分で言って自分で笑うの怖いな。
読むの間違えたからだったあれ今議長だった？うん、今ここ俺だった。でさ、伸ばしてある指あるじゃん、あそこが地面にめり込んでさ、温泉が湧くんだよ。あ、ムスかよこれそういうゲームこのアテレコが面白いよっていうゲーム。あ、そういうゲームかも。あれより温泉の方がいいよね。あんなの折っちゃった方がいいんだよ、いくだされみたいで腹立つし。そうだよね。じゃあ折るあれ本当にぶっ壊しに行かない？どういうこと？夏休み花火いっぱい買ってもらったんだ、一緒にやろうなって言葉には言ってたけど、どうせそんな気さらさらなって。そんな難しい日本語その花火が全部残ってるからさ、集めて爆弾にしたらあの足折って壊せるんじゃない？できるのそんなこと？わからない。でも僕も大嫌いなんだね、あれ。あれしたたらすきよ。え？じゃあさ、そのまま家出しようぜ。出家？出家はあかん、センシティブだこの町に立ってさ、僕ら一生何にもならない。だからさ、どっか遠く行こうぜ。どっか遠く？そう、どっか遠く。どこが遠くってどれくらい遠いの？わからない、でもだからこそ知りたいんだよ。パッとついていくよ。よし、じゃあ明日山田入り口で集合な。ああ弾いてるよ。フレーム系だねこれね。これを1時間2時間もずっと2人でみんなボケ続けてできるかな。コメント絶やすなよ。そうだ今実際もう辛いもん。コメント絶やすなよ。ありがとうあれどっちが俺？これ本当にやるんだなあれ俺そっち議長さん。え、俺どっち？俺右じゃないの？ほら、危なくないのかそれ。普通に危ないかも。危ないのか。お前普段真面目なのに変なところで積極的だよな。君と一緒じゃなかったらこんなことしないよ。僕のせいってこと？あ、そんな。まあいいや。石像この山の頂上にあるから早く。あ、足元には気をつけてね。お前もな。すべて死ね。あ、お前もな。お前も。動ける？待って、なんか、コントローラー抜けてたな。あ、だから途中から俺がずっと押した。あ、やっぱり。うん。あ、ジャンプできる。あ、え、あ、あ、あ、登れる。あ、なるほど。え、アクション要素ある。いった。え、これ何？あ、え、あ。おいおい気になるじゃん。ああいうの。あ。何やってんだよ。え、これ波動拳だからできないのコマンド。フリーボードが出てくるの。キノコとかね。これ、肩車とかする。え。え？ちょっと待って、動かないで。そういうわけじゃない。なんか、あ、いや、わかった。この箱持ってくんだ。ほら。あ、あ、お前もう一個持ってきて。あ、これじゃあ置いてて。多分これはここに一個置いて足場にして。ああなるほどね。そうダメなんだけどデブが。あ、表で表じゃないよずっといたらダメ経過。一人やったら壊れた。あ、え、かわいい。
着地するときのみ。あ、シーズンさん。ほっ、ほっ。おいす。その箱をこっちで持ってくるよろしい。ああ、グッバイグッバイ。いいね。浜風さんもこんばんは。かわいいでしょ。今日何気1ヶ月ぶりぐらいの。そうだよ。え、これどうすんだ。あ、行くしかないよ、これ。あ、そこ、ここ顎やばいな。意識飛びそうだったわ。え、これ行けなくない？あ、もう無理だよな。じゃあ、まあ、でも一人で行くだろ、とりあえず。から支えれば、あ、それをじゃあちょうだい、下ちょうだい、こっち。そこにいたら死ぬ？死なない。おい。きゃ、で？あれこれ、え、ウド？え？でって言うだよ。え？俺多分だけどさ、どっちかが支えんじゃないの。だからそれをあそこ、わかる？今さっき俺が落としたとこあるじゃん、うん、あそこに置いてその岩乗って下から支えるとこじゃない。自力で行けると思うよ。こっち来て、死ぬしかないもん。俺たちも死ぬしかない。お前らあら、あなた一人だけとりあえず行ってみ。あ、これ登れんの？あ、登れたわ。あ、それを、お、支えてる、かわいい。起き支えてる。ふっ。改革して。お、あっ。いや。え？あれは何？ダメってこと？だから俺がちょっと行っちゃったから2人分乗ったんだよ、あの一瞬ちょっと。お前多い。はい、はい、染みてるね、脇。まあ、デブだから俺が支えてやる。お前ごときに俺を支えるかな。あ、これ1人ならってことね。そう。あ、セーブ入った。こっちから。そう。え、なにこれ。よし、キャッチして。 あ、そういうことか。ああ、あ、おい、危な。勝手に滑ってったわ。ラグくて一瞬なんか時が飛んだ。いや、もう帰ろうよ、もう。花火とかいいよ。また時止めれる？任せて。あ、よし、止めれてないよ。時止めて。お、何？
今もだよ。これこうじゃないの正解。あ、そういうこと。あ、え。いや、今俺も楽かった。絶対楽かった。僕もねかった。ヤンティってすごい飛んでたね。で、ギリで、ここら辺に持ち行け。持ち行け。あ、なんかチキンだな。やれよ。はい、あ、やれ、やって。うおほほ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 。嘘だろ、嘘だろ、お前さ、もう。死んじゃうんだよ、この男。違うんだって。この箱の上に乗れない。勝負するか、じゃあ。いきなり攻めるね。はい、よし。おたんで。はい、今の勝ち。いけるんかい。話が違うってよ。いけるの？ってことは己の技術ってこと？来いや、ザコ。ザコが、ザコが、死ね。なんだよ、あれ、え、は消えた消えた消えた。何してんのねだって。一生中クリエできないよこれ。もう俺じゃないもん。消えたんだもん、箱が。すぐそういう嘘つく。今見てたじゃん。見てないよ。俺何が起こったかわかんない。おー、あぶね。これまだチュートリアルなの。あ、じゃあ行って先。よし、よし。え、そっちなんかある。あ、俺が支えんの。あ、支えなくていい。あ、支えなきゃいけないの。こっちから戻ってくるときに巻き合わせ見せてもらって。ほらよ、よいしょ。よいしょ。あれかわいいよね。俺と同じこと言ってるよ、それ。よし、このまま二人で崩すしかないんや。そう、落ちた時も可愛いよな。あなた行ってもらって。これだって、これ箱じゃないの。箱行くにはそこ行かなきゃ。斜面は登れないの。これだろ、これ、これしか箱。あ、そこ、そこにあったんだ箱。じゃあ押して、あ、そこから行くと思う。じゃないの。おお。こいつはなかなかたくましいぞ。あんた来なくていいのよ。あ、ちょっと、下行ってって、ちょっとシーソンの、シーソンの子行ってて。いる意味ある、これ。ああ、そういうことか。これ、誰？体から落ちるんだよ。
痛そう。え？え？これさ、謎解きってレベルじゃないだろ。子供たちがやることじゃ、どっち行きたい？俺こっち。はい、先生。ほっ。絶対やると思った。長押しでいいよね。はい。サスケ出れる。出れる。はい。はい。はい。自分の身長より高いところにあるロープで登るってなかなかの身体能力だよ。サスケじゃん、マジで。ほら、行ってこい。あ、コントロールが切れてる。え、下下ろしちゃっていいよね。いいのかな。痛そうだったね、今ね。動かなくなったね。くでーってする。え、待って、そこに1個、ここに1個落ちたでしょ。ってことは、あ、その後こっちも落とすんか。2個落とすんか。よし。スイッチの画面を2画面で見る方法、なんか前調べたんだよ。コラボ配信。ブラウザでできるよね。できる。だからスイッチもなんかその機能、なんか公式でなんか作るとか言ってた気がするんだよな。まあそれか、今日はどっちかリアルタイムで見てもらって、あ、そう。アーカイブで、もう一個を見ていただくというのも、楽しみ方法の一つではある。え、これでも。俺がこっから降りて、あ、で、これを落として、これも落として、俺が、え、結構むずくね、これ。いけたわ。ナイス。俺のおかげやな。系ね。iPad で議長さんの目が俺のはちっちゃい画面で足りるってことかっていうのを見たさ、これやらんで、ね、いいよ別に。そこまでに俺で、これ下ろすんだよ、多分こっちかな。どうすいいんだ、こっち。え？で、ん？これは1個で足りるけど、奥さん。これ、落ちて無事だと思う。あ、スズチャザさん、フォローありがとうございます。それちょっと、こっち返して、そのロープ。60キロないから無理や。でした。考えよう。ラジオリオもイヤホン。そう、めっちゃワンコ花火すごいでし
どうしようかな。あれ、読み上げしなくなった。はい、煽ってんの？いや。こっちに何かあるわけじゃないのか、一瞬あると思ったけど、こっちに落とすのは失敗、こっちに落とすって落ちないのか、ロープあるから俺があると思う、だからこっちにしか落とせないんだよ、とりあえず。じゃあそうね、じゃあでだ、これなしで降りれりゃいいんだよね。じゃないよな。気持ちふわっと。あ、わかった、わかった、わかった。でももう死ぬしかねえ。死ぬよ。うそーん。俺は死なない。わかった、わかった。めちゃくちゃ気持ちいい今。どういうこと？あの、下ろすじゃないですか。俺がこの上乗るんだよね。ジャンプ、こうやってジャンプしてるから押して、その上に。くそ。いや、その、この木箱の上にいれば押しても死なない。あ、タイミング。だって、わかんないよ。タイミング言ってよ、じゃあ。タイミングなんか知らないよ。わかるだろ、俺とお前の仲だろ。俺が着地すると同時に俺が箱を落とすぐらいにしてます。タイミング、ちょっと待って、棒違うの、棒読みちゃんちょっと直すか、ちょっと待って、ね、そういうことじゃないの、なんて言うんだろう、で落下のさあ距離が長いから失敗するわけじゃない、じゃあ俺の、リズム感に任せてみて、一回。どういうこと？ちょ、ちょっと待って。あ、ちょ、待てた。ごめん。え？いや、別に、いいよ。何回死んでも。ソケット受付を開始しました。もうちょっと、あの、ごちゃごちゃやってるから、開始。これで大丈夫か。これおもろいんだよ、授業。まあ全然気を取れるあ。あ？よし。よし、渡しました。あ、やってくれてた？あ、すごい。仕事できるね。お。こういうことね。だ、俺、そう。もうちょい前だよ。もうちょい前でしょ。OK。いや、もうあれ以上無理だよ。いや、いけるよ。いけるか？ああ。いいね、その RTA 勢の。ほら！すげえ。なんかでも空中でふわふわしてて。木箱とかじゃなくて、その木箱は何なんだろうな。それ何、これさ、分かったわ。何、絶対やり方違うでしょ。はい、これで、うん、これでもう一個こっち持ってったら、あの高さ大丈夫、2段になるでしょ、うん、これこっちを先動きゃ、え、その高さなる、大丈夫、生きれるかな。こういうやつでしょ、絶対マジ RTA 勢みたいなことしちゃった。え、これはそうだと思う。なんか時間が
あ、チュートリアル終わった。なんかくせえ、お前風呂入ってる見てあれ入ってて、そんなに。あ、バンビ。お、すごい。コメントしない、ごめんごめんなんかすごいね。今は生きてないんだよね。そうだね。もっと近くで見ようぜ。こっち来いよ。もっと近くで見ようぜとならん。こっち来いよ。割と距離近いな、マジで。え、ハエ、すごいな。スーチャチャ、おつことぬし様。おつことぬし様。なんか不穏な感じ。なんか気持ち悪くなってきた。何が起こるって言うんですか。え、もののけ姫の世界よ。わかれる。え、スーチャタタリシンガー、タタリ神よ。食われてるやん。いや、あれお尻舐められてるだけだ。俺詳しいから知ってんだお尻関係詳しいの。うん、割と名前通ってるよ、そこら辺じゃ。え、え、 UFO 出てきないの。いたた。え、いやー、スーチャチャロボ化した。したね。え、なんでそっち側に。あの、気持ち悪くなって気づいたらどこか別の世界に来ちゃったのか。わからない。でも君の見た目もおかしくなってるし。え、おかしいのってお前だけじゃないの。おう、おかしい。どうなってんだよこれ。他の死体を見つけて、それからこれって鹿か。鹿は同じ場所にいる。なんか鹿も心なしか違うよ。ねえ。もしかしてさっきまで行った場所と同じ場所なの。どこ行くんだよ。こんな感じのところ多いよね。あ、うん、多分。やっぱりさっきと同じ場所だよ。そうだな。もう心配ないの。そうかな。今すげえシンクロしたんだけど。だってさっきと同じ場所がなんか変な感じに見えてるだけでしょ。だけ？まあ。それなら僕たちの頭が。逃げてます現実。よくはないだろ。すぐ治るよ。何を根拠に。でもまあどうせここに登ってこれ戻れないし、先に進むしかないか。先に進めば何かわかるかも。そんなゲームじゃあるまいし。よし、行こう。お、おう。一応言っちゃうけど、僕のこと食べないの。何の話それ何だろう。え、かっこいいでしょ。かっこいいかな。音でげえ気がする。
大丈夫音は。これは全然。まあ、リスナーに聞いたんだろうけど。うん。それなんか落としてくれるんでしょ。うん。そこから離れてボタン外して。乗ったら教えて。あ、そういうこと。はい。手に入る。お前さ、いやいや、はい、配信者だな。違うじゃん。いいよ。絶対さ、絶対そっちいいよ。押したら押しっぱなしにしてくれるやつでしょ。もう逃げてないの。危ない。危な。あ、そうなんだ、もうこの時点で違うんだ。おお。ちち。閉じ込められた。あ、ごめん、やっちゃった。え、これその上登れんじゃない。あ、そう、え、その左の上、左の方行くとなんか伸びてくんじゃん。伸びてきてる。あとは任せたぞ。だって俺動けないもん。そういうことか。閉じ込められてるのは変わらないのね。続けて。違うの。今だって。あ、あ、こっちが降りたか。はあ。失速寸前。はあ。はあ。ああ。多分これこの上乗せんじゃない。うーん、吉田さん乗って。死ぬな。で、俺乗って。俺、囚われてんだけど、ここに。これ落としたらいいじゃん。そうね。ほい。あー、空気が、空気があるわ、ちゃんと。こうなってたのかな。こんなとこ酸素薄いの。やばかったね。議長さんの足早く待ってよ。何このギミック。にょーん。でっていう。
え、なにこれ、え、なにこれ、え、どういうこと、違うな、え、ああ、そういうこと、トランポリン乗って、え、あ、こっちからか、うん、いで、あ、いで、いで、いで、頭悪い、いや、それはそこに置いたな、一人でやれってこと、違うよな、え、え、え、ちょっと待って、この真下にあるこれ鼻みたいじゃない、鼻、鼻、人の鼻みたい、え、そこになんか置けるもんねえんだけど、どうしよう、あ、そういうことか、やっぱそうだよね、これ。ん？あ、一人で行けたの？ん？あの、さっきの台みたいなやつの最後。あ、そういうこと。え？あ、なるほど。これは面白い。うおー、もっと手前だった。え？あ、ダメだったの？うん。あの奥のあれを手前の方に引っ張ってきてもらって。あ、そういうことか。え、これこの死体触んの？死体？え、これ死体だよね。ラーラ。ラーラ。ぬいぐるみか、死体にしか見えないんだけど、これさっき鹿の剣があるから、おー、とりあえず、え、 Wait, 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 go、なるほど、あ、で、え、で、え、なんかあんの、あるの、え、なんか頭使いそう、これ。そうでもない？え？あ？え？これ乗れた？うん。え？え？え、なんで？なんで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 、え、なんで乗れんの、足腰鍛えてもろて乗れないよ、え、動かせるけど当たり判定ないの、あ、俺は乗れるよ一回死ぬ、一回死ぬ、乗れないよ、なんで乗れるの鍛え方が違うから、一回死ぬか、you
限界まで押さなきゃいけない。これ乗れる今。足場確認乗れる実体はある。あだこれこれだよ。あさ真ん中のさあ一番上のやつ何に見える。そうなるよ。俺どうやっていくの。待って、なんか、え、あの下行ってんの。え、死にそう。死ぬやんけ。本当に聞こえたんだけど。あ、わかった。そういうことか。わかった。吉田さん。ちょっと吉田さん。行って。あ、ごめん。違う。コントローラーバグったの今、本当に。うわ、今のはひどいわ。ちょっと待って、ごめんってな。コントローラーバグったの。どういうことする。ねえ、まあ、ごめんって。性格出てるって。あ、言ってとか言って、潰す。はい。何これ。俺にそれを伝えて。何を押せばいい。ね、わけまっかみあれか。いけた。え、押した。え、押した。あ、そうそう、あ、ごめん、もう一回上上げて。え、タイミングは、オッケー。それで伝わるのすごくない。うわー、何これ、なんて言ったらいいのこれ。うん。なに？なに？え、なんかお尻丸出しって感じ。ちゃんお尻割れたし。違う？違う。え？あ、それ。口開いたおっさん。おお、いいね。なんだ。なんかいくらの軍艦。いくらの軍艦。あ、あった。あ、ごめん。あ、え。タイミングミスった。こっから。こっからなの。なんだっけ、わけわかめ。あ、わけわかめ。わけわかめ、お尻丸出し、しんちゃん。A か、あれ A なのか。で、いい？あ、お尻丸出し、しんちゃんいいよ。え、さっき分かったのに。あ、それで、ひげ生えた口開いたおじさんで、それ話して、で、次いくらの軍艦。オゲイ。何これ。それこそあれよ、さっき言ってた議長さんが、ああ、はい、
押してるもん。え、違うん。じゃあこれじゃない。それの。あ、危ねえ。危ねえ。それでよかった。あ、これか。デブのおっさん。デブのおっさん？デブのおっさん。デブのおっさん？デブのおっさん？四隅にほくろがあるデブのおっさん。あれかな？え？あれだ。で、おちんちん。おちんちん、はい。これ何？前なんかノートパソコンみたいな。あ、そうそうそう。え？で、それ離して。え、2個目なんだっけ？ 2 個目？あ、落ちちゃった。え？え、じゃあ一旦ノートパソコン。はい。ノートパソコンからすぐ行ける？おちんちん。行けるよ。おちんちんすぐ。ノートパソコンだとおちんちん。はい、オッケー。触ってるよ。オッケー、その後デブのおっさん触って。その手で。その手で。おっさんも。オッケー。で、もう一個なんかチンチンに似たやつ。はい。そうね、順番が逆になってる。はい。で、それ離して。で、イクラの軍艦。で、離して。次がヒゲのおっさん。よし。このお尻丸出ししんちゃん。で、わけわかんない。ネアメロンさんとかコメント読んでって憤慨してるよ。話いいよ。コメントなんか読む時間ないよ。読む暇がない。え、こっち持ってく。ああ、そういうことか。それ代わりにそれをはるばるご苦労。うん、ごめんね。ノートパソコンの後すぐおちんちん触らせて。いいよ。その後しかもおっさん触らせて。いいよ。案外いつものことだし。やばいだろ。案外ね。あ、これサイコロなんか数字変わってんの？取られた今サイコロ。僕取られました。僕が持ってたのに。数字変わっ、数字だって今5だってよ。 5？ うん、これ1 1。 え、何言ってんの？え、俺悪いの？何言ってんの？え？あ、あ、大丈夫？平気でおちんちん言っちゃったけど。俺2号したのに。もう伝えるときに何とも言えんやん。なんか僕たち話噛み合わなくないか。いつものことじゃない？いつものことなんだけど、もっとというか今日コントローラーやばいな。これもケーブル買わなきゃいけないかな。もうし眠こましょう。誰かいる。近づいてるぞ。さすがに帰ろう。こんなとこに。あ、え、あ、これ地蔵なの？みたい。ライオンだ。ライオン？ライオンと羊？羊？私たち息子を探しているのって。
いたか。いや、あの道来たの、この二人。そうじゃない？なんでさ、定期でいられるの？帰ってもそこにあの子がいないのに、どうしてのんきに帰ろうなんて言うの？おい、落ち着けよ。落ち着けるわけないでしょ。あなた落ち着いて、落ち着けて当然でしょうけど。どういう意味だよ。どういう意味も何も、あんたなんてどうせもういい、私一人で探すから。出た、出た、もういい。出たよ、出ました、もういい。バカが。あんなんだよ、あいつ。リアル議長さん。ごめんね、君たち変なところ見せてしまって。君たちも早く帰るんだよ。お父さんとお母さんが心配している。あれ、自分の親子。急にスラバじゃん。よし。じゃあ僕はおばさんを連れ戻すから、お前はおじさん引き止めて。なんでって僕嫌なんだよ。こういうのって。お父さんとお母さんだから喧嘩したんかしちゃダメだろ。うわ、ピュアだな。衣装さんじゃない。いや、俺、昔はだったよ。え、マイク？え？喋るなって。ミュートにするってこと？しようか、ミュートに。一旦休憩する。したいんだろ？え、切りもいいじゃん。ああ、そうだよ。これ止めれんの？止めれない。これ見てちょっと行こうか。うん。じゃ一旦ミュートにするよ。はーい、ミュートにします。君さっきのあのなんかよくわからないけど仲良くした方がいいよ。お父さんとお母さんが喧嘩なんかしたら迷子のその子もきっとやだよ。君は優しいね。いや優しくなんかないんだからね。ここは迷子じゃなくて家でしたの。家で。助けてあげなかった。でも遅かった。急にすごい喋るな。じゃあさっきの電話。あの子とあの人は本当の親子じゃない。まあ、それでああいうこと言うのちょっと良くないよね。でも血は繋がってなくても本当の親子にはなれるでしょ。あの人の場合は違う。それは。急にミニゲーム。なんか急にミニゲーム始まった。私の方こそごめんなさい。入れ替わってる。私入れ替わってる。今日は最後までつけようよ。山道は一人じゃ危ない。そうしてもらえると助かるわ。行こうか。ええ。本当は二人とも優しいんだよな。ご
めんなさいね、かっこ悪いところ見せてしまって。今日のことは忘れてもらえて助かるよ。それじゃあ、あの、お父さんとお母さんなんだから仲良くしろよ。ちょっと離婚とか絶対ダメだよ。君、それはまだ。あ、うわ、え、うわ、やっちゃった、なぎちょさん、これ俺悪くねえ。僕たちが僕たちだけでこれからの人生を歩めないなら一緒に立ってこうしかならない。そうね。うえ、待ってよ、俺が悪いみてえじゃん。大人の問題だから仕方ないわ。それにあの子は私といられただけ、きっとそれだけで幸せよ。待てよ、母親だからってあの子は無条件でお前のものになるのおかしいんじゃないか。本気で言ってんの？あの子はあなたを愛してない。私と暮らすに決まってるでしょ。君はあの子の気持ちを決めつけすぎなんだ。あの子は家出したのだってそういうところに原因があったんじゃないのか。そんなセルゲイの誤感じゃねえんだからよ。私にはあの子の気持ちが全部わかるのよ。君たちはどう思う？もし君たちが僕たちの子供だったとしたら、僕と妻はどちらについていきたい？急に言われても、うちもとか決められないとかそういうの。そうね、私たちちょっと真剣な問題なの。あの、どうなんだい？どうする？どうしよう。うわ、え、タバコ吸ってきていいよ。ごめん。マジ。考え、大事なことだからね、やっぱ考えないといい。考えていいの？考える時間を。そう。そうそうそう。じゃあ一旦休憩で。ちょっと俺真剣に考えてくるわ。この問題については。行ってくるね。いってらっしゃい。休憩でーす。おもろいなぁ。全然自分の配信画面見てないけど、ちゃんと映ってるよね。チャチャさんはこれそうなのか。そうなの？なぜかさ、ネアメロン、このゲームどう？おもろいね。ネアメロンさんも大変だね。某ヨシアさんが全然コメント読まなくて、一生懸命一生懸命言ってんのに全然聞いてもらえないで。目覚めればいつも。ちゃんと俺は読み上げもあるし、一応コメント来てるか見てるからね。俺はね、どっかの誰かと違って。
なんかネアメロンさんと最近さ、オーバーオスとかでみんなで遊ぶからさ、ネアメロンここから違うからねって教えてたのに笑なんかせなんかカラメルちゃんルールルルールルールールルールルうまく言えない違うよなカラメルさん来てくれてありがとう。ねえせめてすごく愛してる人、ね、いいみたいやだ伝えたいだけだ爽やかおいしそうルルルルルルうまく言えないんだろうだからネアメロンさんのどういうリアクション取ってるかがすごい多分な想像にたやすいよね。全然よしやん読んでくれへんやんとか言ってちょっとヨシアさんと休憩中なんですけど今ありがとうございます。最近全然配信しなかったからチャネポ全然ネアメロンでも私こっち側の画面ほぼ見てないんだね。まあ全然それはいいですよ。全然最近俺配信してないからそんな無理に更新しなくていいよ。今月は今月は無理に更新しなくていいです。カラメルちゃん美味しかった。まだ食べたい。あ、ていうかあれだな、今のうちに更新してくれたらすぐチャネポ返すよ。今月全然俺配信してなかったから。あれ美味しそうだったな。これか。カラメルさんに返します。全部返すネアメロン。いや前見た人もヨシア死の方やってたからさ。あ、そういうこと。そうだったなあれ愛してるぞ言うだけでルルルルルうまく言えないだろう。カラメルちゃんそれぞれ話違うんだ。なんか見えてるものが違うみたいで、さっきはなんかこの今お父さんお母さんがなんかの喧嘩別れしちゃって、僕もゲームしてきます楽しんでください。あ、了解です。いってらっしゃい。なんかこの二人が喧嘩してなんか俺とヨシアさんその時なんかゲームにミュートしろみたいな指示されて一応ミュートして、俺がお母さん側のヨシアさんがお父さん側のなんか話を聞いて合流して、なんか君たちだったら君たちが私たちの息子だったらお父さんかお母さんかどっちについていきたいかねみたいなことを言われてます。曖昧にしないで絶対決めてねって言われて、吉田さんそれをなんかじっくり考えるために今タバコ吸いに行ってる。そうちょっと明日ねやりたいゲームが、とそれだよな。明日かね、次の配信やりたいゲームがさ、俺決まってさ、なんか性格を診断できるゲームみたいな、なんか前やりたいなって思ったんだけど、全然やってなかった。性格診断ゲームを次やろう。ネアメロン見えてるもの違うけど、一緒に協力し合って進んでいくみたいな感じ。なるほど。これちょっと面白そうだな。カラメルちゃん面白かったよ、ハルキ。あ、あれや、カラメルさんやった？え？アーカイブある？カラメルちゃんあれアーカイブあるちょっと見てな、あ、でも、俺、
俺がやった後に見ようと思ったから見てなかったのかな。そういうことにしといて。ねえアメロン、お前そんなのできんの？みたいな場面来ると思う。マジ？カラメルちゃん予測変換が暴走して変なになった。あ、そういうこと？弱る気ってあるのか、弱る気って。アーカイブである？ YouTube かなんかに。アメロン、ヨシアンの周りかなんかについてるものない？周りについてるの？え？周りについてるのって何？え、悪霊とか？あるはず。オッケー、見るよ。ルルルルル、まく言えないんだ。戻りました。おかえりなさい。いつもはこの時間に議長さんの配信をちょっと見て、うん、話聞いてたりするんだけど、それができないから。あ、別にできないことはないけどね。これだったなんか話によると見えちゃうじゃん。話によるとどっちも同じ方と方を選ばないといけないらしい。え？あ、そうなの？うん。ひとみさんお帰りな、ありがとうございます。じゃあ行くよ。え？話し合うとかじゃなしに。あ、話し合うのこれ？うん、だからどっちも同じ方を選ばないと。まあ、じゃあ、とりあえず決める？俺も決まってるから。あ、ほんとだ。あ、そういうことか。下に出てんの、そういうことか。え、話す、とりあえず話す、そのせ、まあ、一旦俺は、じゃあ、これで。じゃあ、俺はこれで。あ、いいの？うん。一？一でしょ。え、お母さんのメンタル心配やもんな、これ。知らんよ、そんな。いや、俺、男の子は、男同士。いや、男同士っていうか、あの、お母さんのヒステリーが嫌だ。まあ、行きましょう。いや、この後、お前ら、二人で帰るんだろ？なんてことを聞くんだよ。僕たちどうすればよかったんだ？何が正解だったんだ？なんかすごい怖かった。でも、うちの両親もあんな感じだよ。そうなの？勝手に喧嘩するくせに自分たちは何も決められないから、最後は子供に選ばせるんだよ。そうやって責任を全部何かになさりつけないとやっていけないんだよ、多分。急に、すごいこと言い始めた。それじゃあ僕たちも行こう。あの人たちに会わないようにゆっくり。こうなったらなおさら家に帰りたくない。そうだな。いや、あれ絶対、うちの親だよ。何が？え、じゃあこの子の親だよ。ああ。でも、さっき言ってたんだけど、うん。この自分がおかしいだけだったら向こうも気づくよな。何が？だって俺と見てる違うわけじゃん。俺がね、この段階では分かってないんだよ。うん、はい、うん、だとしたらお母さんとお父さんは普通だよ。だって頭ぶつけて自分がおかしかったら自分以外は変に見えるから、変ではないんじゃないの？え、ずるい。何そんな。ええ、ずっと思ってたけど、それなんだよ。何が？それずるいだろ。何が？いや、俺いけないんだけど。は？何？それ何なんで、ずっと思ってたけど。何が？何が？は？これどうやっていくの？え？怖い、あいつ近寄らんとこ。これ何？え？何？これって何なんだよ。一緒に行こう、一緒に行こう。待って、ストップ、ストップ、ストップ。え？え？え？これどうすんの？なんで、それ何なんだよ。何言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？何だよ、それ。俺も欲しい、それ。何、それって。ずっと思ってた。何が？なんで、ギチコさんだっけ、そん
なんの。何が。なんかいけないんだけど。なんかあんのかな、俺が先に行って。そういうわけじゃん。あれ何？あ。あれ。それズリー。え、何が？え、一緒に乗れるの？ちょっと待ってよ。一緒に乗れる？何乗れるって？一緒に歩けば行けるって。乗れない。え？乗れない。何乗るって。吉原さんしてもシャマネに見てあげて。え、何乗るって。乗れない。何それ。ジャンプで乗るとか。まあ、やってみよう。え、何。え、もう一回。じゃあ2つ目まで行って。2つ目ここ。あそこ。あ、じゃあ、もう一丁前。あそこ。いや、ダメだ。何が。あ、わかった。わかった。何それ。わかった。こういうこと。どこまで。え、そこ行けるな。あ、行けた。何、何を言ってんの、君は。じゃ、それなんだよ。は、それってなんだよ。それなんなんだよ。意味がわかんない。それで何。カラメルちゃん、あれ持ってきてあげるんじゃないの。わら。これ何。え、え、え、もう一回って。え、もう一回。やめて。え、いや、それだから。え、何が。だからそれ何なんだよ。なんで、なんで。押せんのかい。あれ。あ、どうも。じゃあね。え、おる。それ持ってないけど。あ、何を言ってんだよ、君は、さっきから。あれ、俺これ、本当ないから、うん。うわ、何これ。え、何が。え、ユーザー、失敗した。は失敗した。で、失敗って何。失敗って何。俺、そっち側行きたい。はぁ、何が。こっちまで持ってきて。何を言ってるんだよ、君は。え、なんか、okay。 あ、持ってきて。え、何、怖い。持ってきて。身柄持ってきなさい。 OK。 あざます。お前もそれずるいよ。え、何が。いやいやいや、ずるい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 。何あれ。は、え、え、あぶね。え、え、あ、飛ぶの。え、あ、皿落として。いや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 、お前の方がはるかにずるいって。いやいやいや、お前の方がはるかずるいって。こっちだって。え、何？なんで？え、てかなんか、あ、これ、これ押せる？このトランポリン。これトランポリンだかんの？うん。どこに？あ、もうちょい、今、俺がいるところまで持ってきて。あ、オッケーオッケーオッケー。え？何言ってんの？何が起こってんのこれ。ず、いや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 、なんだ。ずるだってそれ。いや、ずる。お前このゲームでも使ってんのかも。てか、お前だろ。お前なんだこれ。話して、話して。いいよ。これいけんの。え、消えた。
出てきた。え、ここある？なんか。え？いや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 、おかしいおかしい。ここある？あいつおかしいわ。あるよ。あいつおかしいわ。え、いけない。え？出ていくの？いやいや。高いって。いや、一回そこも顔して。あ、これ、積んだんじゃね？え？あ、生きてる。あ。こっち来て。何見てんの？あ、あ、そこか。あ、オッケーオッケー。お互いにずるいってわけ。向こうの方が ずるい、ほら、これ。これ、これ、これ。何それ。あ、あいつ壁の中いた。ちょ、一回降りて、降りて。降りる？あ、オッケー。あ、いいよ、乗って。はぁ、お前、何食ってんの？何食って生きてきたの？プリン。はぁ、ちょ、あの、離れてくんないと俺、あ、いいよ。あざす。いや、乗って、もう一回乗って。話でいいよ。飛ぶの？え？これ何？え、待って、え？あ、そこ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 。吉野さん、なんで降りないの？え？あー、なるほど。どこらへん？ここらへん？いけるかな？向こう手前だ。シュールだったな、今。どこらへん？お？え？え？怖いあの人。え？で、そうです。What？ OK。何何で飛んでんの？え？もうちょい。これ？お、そう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 。うん、怖っ。え？あ、いた。え？何今の？頭。頭？あ、でも鎖が今首に巻きついて死んだわ今。鎖首巻きつきし。この死に。え、もう一回下ろしていいこれ。大丈夫？何よ。そこでいいの？はいよ。え、いけんのかい？え？あ、待って。え？わかった。じゃあ、はい、二条さんがそこ降りて、先にスイッチ押してくれないと降りれない。あー、え、そっちがどうなっ
っていうか分かんないからどうなるか分かんないけど、このスイッチを押して俺が折り入れて、これをそういうことか、これどうする、こっちがいいの、そうだね、俺はこれしかない、どこここ、あ、手前、もうちょい、あ、違うわ、待ってよ、あ、で、一回後ろ下げて、で、もう、ストップで、もう一回、もうちょい前、前、ストップ、おお。鉄道線に登れるようになったね、そうね、あちゃっぽ使ってるな、こういうゲームでも使う、ちょ、なんか登れない、もうちょい、なんか、ないどうはい、これで俺のこと使ってるとか言うやつ信じられないよね。そういうやつで一番使ってるよ。これどうなる？これなんかそっち中なってる？何にもなんない。え、これ下ろしていいのか？え、何しに来たの？あれ？んで？これをどうすればいいのかね？あ、それをここに置くの？それをそこに置く？右持ってて、中、あ、そういうことね。いや、俺押せないよ。あ、じゃあここ来て、今スイッチを離したらどないよらな、よし、あ、あ、あぶねえ。あぶねえ、今首ひょこってなって生まれたかった首が、話あぶらないのによくできてるな。え、今は別にミュートじゃなくていいターンだもんね。うん、そう、どうなってるんだ、僕たち同じ場所にいるような、なんで見えてるものが違うんだろう、見えない地面を歩いたり壁の中に入っていったり、見えた時にはマーク出るよね、そうだよね、今はでもいいんだよね、いい、こっちから見ると地面も壁もないんだけどそっちにはあったりする、おかしいだろこんなの。そういえばお前さっきから変なこと言ってるような、ライオンとかなんとか、なんかそもそも僕のことロボットに見えてるよ、ロボット。クマじゃないの。クマ。で僕が鳥でしょ。鳥？何言ってんの。だってこう絵本の世界みたいなところでみんなが動物になってて。そこから違うのか。君にはどんな世界に見えてるの。僕のはもっとこうボロボロというか、みんながロボットになって人が滅んだ後みたいな。じゃあ全く別の世界にいるってこと？そうだな。でも僕たちこうやって同じ場所にいるよね。そうだよな。さっきのフンフンも特に変なこと言ってなかったし、現実は世界が違う風に見えてるだけだよね。そうなんだよな。でもボタンがあったり UFO みたいなやつに乗ったり、あんなの現実にあるわけじゃない。そうだよな。ねえ。そうだな。僕の話聞いてる？そうなんだよな。実にないんだね、こう。なあ、今日は一旦帰らないか。石像のこと。石像の、あ、ごめん。石像のことよりもさ、僕たちが今どうなっちゃったの方が大事じゃないか。なんかの病気かもしれないし。な、どう考えても今の状況はおかしいだろ。自分のことも心配だけど、僕はお前のことも心配なんだよ。お前のために言ってんだよ。あまりかす。うっせえかす。リアルの俺らや。
帰れるのかな。さっきの道だと帰れなさそうって言ったけど、まあなんとかなるだろう。なんとかなるかな。かわいい目がかわいい。はっ、意外と底なかった、意外と深くなかった、ね、思ったより飛んで来られないんだ。胃から逃げるぞ。入れなかったの。そうね。ということですね。音量大丈夫？本当に。えぐい音量してないけど。何だったの今の。わからない。でもあいつ僕たちを殺そうとしてた。犬も追いかけてきてたし。とにかく逃げないとまたあいつが追いかけてくるかも。公衆電話とかないよね。おまわりさんに助けてもらいたいんで。ちょっと待ってね。ちょっとね、音がね、すごいの。よし、OK。それはさっきの夫婦ってこの先にいるかな？携帯電話とか持ってるかも。そうだな、とにかく先に進む。さっきの夫婦がね、誰なのか。え？なんかない。それ以外になんかない。俺が欲しいのそれ以外。ああ！はい。衝撃なんだけど。え？俺ダメだ。え？俺はあれには触れれない。どういうこと？え、俺いけない。そうだよな。いや、多分違うな。その間ヨシアンに寄ってくるけど乗れない。こっち寄せたらなんとかなる。ああ。なんもない。え、どうすんだ。待ってね。え、なんか何もないの？あれ、あれ以外。あれって何？議長さんって何に見えてるの？え、なんかロボット。ロボットか。あ、グロいんだけど。グロいって何？めちゃグロい。議長さんが乗った後に何か出せない。何も出せないの？あんな湯船乗ってるし。え？待って、それ乗ってて。あ、なんもしない。はい。あ、ここは通れるんだ。乗ってたらいける。いけないところになんか解決策ある？ない。から。なんもないの、この上も。なんもない。立っちゃう。あ、来た。
ないんだけど。無理だ。そっちからは左の段差登ってから俺んとこ乗る。てっぺんに、うん、あ、てっぺんは乗れる。あ、じゃあそしたら俺が一旦降りて、こいつこっちに寄せて、あ、こう、あ、議長さんにも呼ぶんだ。あ、ちょっと、あ死ぬわけではなかった。もう一回こっち押せなきゃいけない。押すなりしたけど。吉田さんがいないと来ないんじゃない？やっぱり。ちょっとこっち来て犬を待って、待って、うん、今あのあいつがいるところに議長さんが いてほしいから、はい、一回寄せるわ。んで吉田さんあれ乗って、で俺があのスイッチ踏んで、これる、そこなんですよ。動きもしいねこいつ。え、触ってもいいの俺は。急になんか IQ 求められるんだけど。俺が寄せときいいでしょ。だから一回ボタン押して、いや押してるよ。え、あの犬が押してる。あー、そうか、あ、犬に押させてんのか。押させてじゃない方がいい。いや、あの俺近づいてもさ反応しないんだろ。だから俺こっち持ってくるから、吉田さんが多分いなくなった瞬間にさ、これでいいんじゃない。で離して、あ、そういうことか。そう。ベスポジに戻るんだ。あ、そういうこと？あ、じゃあ議長さんここ置いてはいいんだよ。そうね。急げ急げ急げ。よし。まあ、変に頭使ったな。そんな単純なことだったんだ。最終犬に押してもらってって言ってたんですね。なるべく教えてもらわずに行きたい。あ、一旦寄せるのか。そう。なんかこのかませ犬感嫌だな。で、吉田さんが行って、で降りて、反対側にまた。ここら辺か。はい、うん、で、え、ずる、あ、殴り殴りよ。そんなこと今置き去りにしてる。そんなことある。ほら、音いこう。急に殴ったよ今。一番ダメだと思って。めっちゃおもろかったな今の。
スムーズにいけるとこでそれ全部分かった上でのラグでダメっていうあ、なるさん、ビップありがとうございます。あと今月全然俺配信しなかったんで全然あの更新しなくてです。しても返す。あの銀髪さん、俺さ、そのアカウント知らないの。でっていう、どうする え、これポヨンでいけたってこと。よし、ポヨンであの上までいける。あー、あ、今ここも入んなかった。チャレンジする、そんなことある、急にそんなお役見せる。ポヨチャレはないんじゃないかな。シャさん多分降りないんだ。フェイ持ちがけなの、ずい、こんな触ってやってる。分かってたけどね。犬こっちゃってもなんか意味ないよね。え、ギトさんなんか上行ってからなんかできる。何もできないんじゃないかな。え、こっちの上は？こっちの上？あ、やべ。あ！めっちゃ追ってきたんだけど。あの犬はそこによ。そうかな。この犬をあどうするかだな。犬は犬なんだ。いや、あんたが犬って言ったから犬って言っただけで。それな、こっちまで引っ張れないかな、その犬。無理か。さっき上でも行けたよな。うん、高すぎんじゃない。俺でも下まで来ちゃうからな、その逃げる場所ないんだよな。あ、分かった。吉田さん降りてきて。え、これポヨン、ポヨン下ろして、ポヨンは下ろさなくてとりあえずいいかな。あ、え、どっちに、こっちに、ここ、うん、ギリギリまで。あ、あ、待って、この子連れてって。え、だから連れてきたら俺死んじゃう。いや、大丈夫、飛べないんか。飛べないって言ってたな。あ、そう、吉田さん今度乗れないのか。じゃあ乗れる。あー、あー、そうだね。いやー、うん、あ、え、こっちから行けないの、この真ん中からここには乗れんの。いや、その犬の上にさ、あのポヨンを下ろして、奥の方にあのポヨンをやらすんかなと思ってさ。久々に相手目線が気になるゲームですね。そうね。ポヨンを下ろすしかないのか。下ろした上でこの犬を誘導するのかな。できる。乗れないよ。降りて。ポヨンで。あ、そ、あ、ちょっと待って。あ、ポヨンできないの。あ、待って。あー、俺が、ごめん。俺が行ける、とりあえず行ってみればいいのかなって思って。
先に上。ああ。意外とサクサククリアできんじゃねえかと思ったけど、そんなことなさそうなんだけど。ね、意外とむずいよ。で、犬連れてきて。でもさ、ギトさんいなかったら俺死ぬんだよ。あ、そっか。まあこっちの一番端まで逃げれば。まあそうね。じゃあ逃げて。一回止めてもらわんというか、そこでいいの場所は。ここでまで来てほしい。4シーン。はい。いい。オッケー。歯はいいけど、あ、押す、引っ張って、え、あ、吉野さん、この洞窟の上さ、さっき行けなかったみたいじゃん。でも今俺、どかしたから、ワンチャン上登れるかもしれないから、来てみて、来れるもんなら。行きたいけどね。閉じ込められてるから無理よ。いやでも俺もね、もうできることないんだよ。え、こっちには戻ってこれんの？戻っていけない、もう。頑張って。おめえがやらねば誰がやる。やつ誰言ってんの？おめえだよ、よし。だっていけないじゃん、いないんだもん。大丈夫。何が大丈夫だよ、もう。何が死ぬか来るしかないよ。俺自分で死ねないもん、俺ここだと思う。走れ。はっ。だってどうしよう、まず、ここまで来て。もうその時点で二人で一緒に行かないとダメってこと？あの奥に隠れて犬が反応するかどうかだな。一番奥の、なんか横穴あったじゃない。アドミにブロックがあったんだ。でも俺、そこが通れないから、でもそこを通してもらうために議長さんが行っちゃったら俺は、奥まで行けば犬気づかれないことを祈るしかなくない？もう。でも俺そこに寄せた時点で、お前か、やってるか。まあ、怖い。全ては諦めた、まあ、やってみっかがおもろい。ポヨンいるのかな。ポヨンないと犬はあそこに行けないじゃん。あ、そうか。いるよ、ポヨン。グッボーイ、グッボーイ。微妙なのね。降りるよ。うん。で、え、どこ？俺ここで止めるから、吉田さんこの奥行って。いや、行けない。俺ここが塞がってる。だからそこにブロックがあるから、うん、俺それ乗り越えて、うん、それ引っ張ってどかせるから、うん、それまで頑張って。いや、無理だ。だってここに犬連れてきちゃったら、もう、ギターさんいなくなったし。いや、ワンチャンここに、この奥行ったら犬見えないかもしんない。あれ？いなくなった？あれってな。そんなことある？って言ってるかもしれないから。あ、そっから反応する。あの距離じゃん。ねえ。急げ、俺。あ、飛べないんじゃん、こいつ。あ、やったざまあ見ろ。音が変な。いける？これ犬はなんかそこボタン押せんのかな、もしかして。ああ。犬、おびき寄せれる。そういうわけじゃない。あーい！
まとまった。まとまった。考えましょう。上に行かなきゃいけない。あ、一番右のあそこのプロペラまで犬持ってっても、持ってても届かないかな。感じじゃないよな。多分届かないんじゃないかなって。これだけしか伸びないから届かないし。急に IQ レベル高くなったね。チュドリアル終わったな。ボタンがあるわけじゃないもんな、そこに。あのプロペラのとこにあるわけじゃないもんな。この手前のプロペラ何なんだろう。それ乗れる？俺の今の目の前にあるこれ、この上のやつ。上は乗れない、届かない絶対。でこれに乗ったとしても、ああ、それ乗ったらいけるかも。吉田さんここまで乗ってますごめん、そうだったわ俺今忘れてたわ俺も忘れてたわ。キュイーンって音するキュイもっと手前だな。そこじゃない。今議長さんが着地したとこで乗ればいいのね。ここはい、ほいや一回やってみたかった、いたずらもう滑れたよ素の議長さん信じきってないや違うじゃん、今のは危機管理能力だよ。ほい、もうちょい離れてた。ほい、あ、あ、え、あー、それプロペラがあるから、あなんだってあ、じゃあ止めて、一回止めて、はいはいはい、ここ分かった。だから動き出したらもうすぐジャンプ、ジャンプ、よしよしよし、乗れ、いや、あ、狭すぎて、だそれを下げるスイッチがあるんですね。そうキツキツだなぁ。ちょ、グレーからやめてそれバイオよりグレーね。あー、黒い？これが右、あ、でもなんか一個ボタンなくね。これ2個しかないんだけど、ボタン。いや、俺も上に2個しかないよ、見えない。4のとこにあるのか？ワンチャンあるのかもね。降りれないか。ないの？この下にあるとか。なんだろう。そっちまで犬持ってくか、とりあえず。あ、ここでいいやん。うん、だから。こっから上乗れる？やってみるか。木に届くか届かないかぐらいな気がするけど。頼むよ。うん。あ、いけるわ。あっ、
立ちくそあなた追ってると思うよ。え、ゴミは追ってこれで、で、え、で、あ、で、あの、これだ。こっからなら、いけるのか？飛べる？この距離。あ、いけるね。ってことは、次誰かがこっちのボタン押してる間にジャンプだね。犬でいいんじゃない？多分それは。犬でもそこ、あ、そうか。え、しっかり止めてよ、じゃあ。おびき寄せて。怖え。あ、おお。あ。あ、これ、あ、それ2箇所なん動くんか。ああ、そういうことか。あ、じゃあいいんか、ちょっと待って、分かった。そっちにいて。でもさ、さっきさ、ギットさんここ、ここに来てたのに、上がってなかったけど。上がってなかったよな、上がってたよ、多分。上がってないから、俺ここ飛べるかって。あ、上がった。多分。そっか、下でジャンプしてよ、俺。そう、下でチェックしてたんだよ。ロケ話してたんだよ。もういいよ。ロケ話大事だから。大事だな。あ、もう、もうちょい。あ、やば。こっち来い。ここに置いといて、吉田さんが先に行って、犬ここで放置でいいんだ。反応しない距離。そう。せーので、はい。あー、ダメだよ。ダメだよ。いや、でもやり方分かったじゃん。急にせーので噛んだ状態か。なんで俺あそこミスるんだよ。あっけない最後だったんだ。次、吉田さんカウントでいいよ。OK。いくよ。はい。3、2、1、ゴー。俺もダメなんかい。むずいな。むずいな。まさかのアクション要素がちょっと入ってくるっていう。マリオとかやっとけばよかった俺。でもやり方は分かったから。そうね。行くよ。はい。3、2、1。やめてよ。ミサが、ミサがカウントの前に動くから。じゃあ聞いて、あの、ギリギリで踏んでた方がいいなと思って。ボタンの。俺もその動きに釣られちゃったから。カウントしてんの。ボタンのギリギリ踏む。あ、なるほど。そうそうそう。その方が成功率上がるでしょ。OK。言うよ。はい。3、2、1、ゴー。
一番難しい。よ、読んで。あの、ちくしょう。タイミングむずいのよね。あの吉田さんの方が足遅いのかな。あ、そんなあんのかな。ほい。いいよ。なんだよそれ。チラッとコメント欄見たらちょっといいアドバイスの、あのコメントが目につきましたね。いくよ。あ、いや、もう3、2、1、5。じゃあ、市長さんだろ。足遅えなら。そうだね。だって俺、あそこ着く前にも下がり始めてるよな。だってさ、ちょっとあのさ、この犬から逃げるときさ、よくよく見たら俺の方がちょっと距離詰まるの早いのよ。どうぞ。はいはいはい、行こう。ほら、お、若干離れてんじゃん俺の方が。あ、え、そう、同じじゃない。いや、多分俺の方がね、お前と違う。なんかムカつくな。カツさん見せつけられたんで。お前と違う。なんだって俺はお母さん、ママがスナック行ってて、彼氏とよろしくやってくから。だからなんだよ。お、この犬負けるもんだって。え、負ける。うん、距離離れるよ俺この犬と追いかけっこしてたら。で、じゃあ議長さんにこれ押しといてもらったら。はいはい。じゃあ俺のせいじゃないじゃん。俺のせいじゃないじゃんって言って、それやめろよ。俺のせいじゃないじゃん、ズシャって。あ、そっか、俺それさ気にしたのってたらいいんか。なるほどね。頭いいな。あ、待って、コントローラーもうダメだもん。こんなに命を気にして、何も学習できない。もう、あの、俺今日ダメだ、集中力が完全に切れてる。だから、あの、違うの、吉田さんが別になんか、上行く、あ、でも上、うん。ネアメラさんが言ってること分かった。俺上行かん。うん、なくていい。こっちだけ寄せりゃいいのか。そしたら上のプラペラフェイクってことこの。あ、そうなんのか。ってことはだよ。うん。こいつも文鎮だよ。もう分かんない。いや、これこいつ基礎本能とかないから。俺がそれやっぱさ、俺についてってなくない最初。いや、吉田さんだよ。だ、上に行った時はワンチャンその自分のところに戻ろうとするのかもしれない。ああ、そのなんか地面が変になってるところに戻る習性があるらしい、こいつ。だからちょっと、はい、これ押してて。え？またやんの？いけるって、ちょっと。あ、おい、おい。
え、これ向くんだ。いや、右のやつからの戻れんじゃない。あの、あれ、真ん中にあるじゃん。上か。問題はこいつが戻るかな。あ、戻るわ。あ、じゃあもう一回ちょっと今の。はい。吉谷さんが。さ、今思ったんだけどさ、うん、俺もそっち行けばよくない？男よ。男議長行かせてもらいます。ラグ。俺一回もそこ行けてないんだけど。分かった。議長が行けたもんな。それはあなたがあの踏んでたからよ。だから分かった。俺は攻略法分かった。もう完璧です。いや上行ったら俺右乗ってるやん。そう。え？おお。ああ。お前も来いよ、ほら。なんで俺も行くんだよ。だって、お前についてくんの。え？お前についてくんだ、この犬。別にいらなくね。いや、だから、多分、俺もプロペラで行けないんだよ、多分。これ。だから、犬をここら辺待機させて、巣に戻るときまでに、俺も右のプロペラ乗らなきゃいけないんだよ。っていうのを気づいた時にはもう時すでに遅しだった。オッケー。あ、よ、待て待て待て。犬を連れてきて。あの、真ん中に飛ぶぞ。おい。ドアイー。あ、待って。なんでなんで。よし。あ、もう味方。今挟まって死ぬかと思った。あ疲れたな、このステージ。笑い疲れた。しかも間違った方法でっていうね。間違った方法で俺のせいじゃないじゃん。あのなんかなんでボディープレスっぽい飛び方がまたおもろいんだよ。身を預ける飛び方ね。ナイスありがとう。何あれ？え？ない。え？うわ。壊れてる。さっき追っかけてきたよ。僕はどれも同じに見えるけど。きっと追いかけてるときに上の崖から落ちちゃった。え、こんなとこあったの？かわいそう。そうだな。埋めてあげよう。え？あれ。でもこの犬は悪くないの。あの人が命令したのりしつけたりした通りに追いかけただけなんだし。そうだけど、この犬はあいつの犬なんだから僕たちが勝手に見たりしてあいつも困るんだよ。あの人が困ろうがどうだっていいでしょ。僕たちを殺そうとしたんだよ。確かにそうだけど。分かったよ。でもちょっと試したいことがあるんだ。何？僕にはこの犬が機械にしか見えなくて、そもそもこれってパーツがバラバラになってるだけで死んでるように見えないんだよ。え？だから修理できるかも。え？うん、やっぱりできそうな気がする。え？頭に修理の仕方が浮かんでくるというか。じゃあ行くぞ。あったね。
か。あ。お。修理できる。すごすぎる。でも多分何でも直せたわけじゃないんだろうな。さっきの鹿は本当に死んでるって感じがして、修理できるって気がしなかったし。本当だよ。でももし生き返った犬がすぐに襲ってきたらどうするつもりだったの？殺す。言ってること違うんだけど。こんなことする場合じゃないんだよ。早く逃げないと。うん。サスケくんそこのリモコン取ってサスケくんあら精鋭じゃしゅ始まりました。今週も元気にやっていきます。飛んだよ今ちょっと落とされてよびっくりして避けちゃった。ちょっとそこにいて。俺かな、押すのは。とこ止まっててもらって。で、吉田さん追わせて。追わせるの？うん、追わせてこいつと一緒に俺上行ってまたこいつ戻ろうとした時に、ああなるほどね。そう、巣に戻ろうとしたタイミングで、え、なんか地獄の扉開いたんだけどあの俺も行きたいから、ね、そう、怖い怖い、え、地獄なんだけど、行かないで行かないで、これ、なんかわかる？あ、それね、ん？なんだろうね、どうしようね、どっちに下ろした方がいい？俺そこに、こっち側に落としてもらっても、うん、行けないんだよね、奥そこに上がっても上行けないから逆だね。ここに上がっても上行けない。あそこ、そう、今議長さんがいる高さ行っても、ん、え、そこなんかあんの？え、下ろしていい、これ下ろしていいよ。いや、俺犬こうやってるもんね。あ、俺はこれ動かせないんだ。あ、出た、ずるいやつあの電池。これいけないか。いけ。ああ。あ、二段。本気ダッシュか、じゃあ俺が行くよ。多分これも犬連れてこなきゃいけんだよ、こっちに。え、そこ俺上上がれんのかな。上がれるでしょ、信じろよ、うん、じゃあ先止めてもろて。はい。で犬呼んで、あのこれさ、行ってもいいけど、ワンちゃん吉田さん死ぬよ。
俺が登ったらすぐ話してね。話す？だって俺がこの登っちゃうと。てかそんな高さだったっけ？だって犬いるもん。オッケー。でも犬そこに呼ばないといけないんだよ。大丈夫これ落として。うん。あ、俺帰れない。帰るか。どこやればいい？ちょっと。ほーい！で、押してもらう。左のボタンと。俺いけないんだよ。今のおもろかったな。あ、ここダメだ。俺、ちょっといないといけない。だから、こうして。いや、しても無理だ。犬をそこまで連れてくのか？ちょっと待って。ちょっと、犬さん、犬さん、ちょっと、引っ込めて、犬さん。犬さん。おな。ああ。犬さん、ちょっとそれ開けてもらえると助かるんだけど大丈夫？ダメだよね。あ、あそこ降りれんかったっけ？あ、降りる降りる。で、なんか引っ張ればいいのか。で、俺も登って。ああ、なるほどね。よしよし。これ言われるがままなんだけど。あ、ごめん。上しか見てなかった。でもどっちかが、あ、これも俺があれ乗れ感じだよな。どうだろう。いや、あ、いや、ここじゃなかった。え、何それ、ずる。あ、で、降りてきて。いや、犬そこに乗せんだよ、多分。あ、そうだ、で、上行く感じか。そう。犬どうやって。これは上がんないんだよね。上がんない？ああ、てか腰下まで来るんだっけ。その高さなら行くかもね。急げ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 。ナイス。んで、あ、吉田さんそこ乗ればいいの。え、前の。犬ちゃんがさ、ごめんね、この犬ちゃんがさ、そっちにおびき寄せくんないとさ、この子。困ったやつだよな、ほんと。もう俺来ないんだよ、上行っちゃうと。一回顔見せて、そっちで。で、反対側行けばいいんだ。
そうお前。そしたら俺、あの前のボタン押せないもん。あ、そうなの。うん、こっちから行って死んじゃう。押して、うん、犬上にやって、うん、すぐ乗る。そう。いくよ。はい。3、2、1。俺別に何もすることないから。はい。あ、違う。犬を上に乗せてか、あー犬待ってくれ。これにもロールバックの問題ある。で、犬が帰るの待って、帰った上乗ったら、いっぱい行け。はい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 。え、機長さんが押したまんまなんだね。何が？ボタンを。押したまま？うん。でも犬にえ、それを押したらどうなの？あれ押したらこの奥のやつがこう上下入れ替わる。多分この入れ替わるタイミングで隣のプロペラ乗んなきゃいけないんじゃない？え、でもさ、うん、俺乗ったじゃんって前のやつ。うん。半分まで行って下がってきてる。だからそのタイミングであ隣に乗るんじゃない？え、そんなマジマリオじゃん。この子、あ、そうか、ごめんなさいね。オッケー。はい。で、戻ったタイミングを見計らって、はいはい、ノー、あっあいついつまで燃えてんだよ。はい。ワン。犬だけに。はい。じゃあ戻ったタイミング、戻ったタイミング。ラグ。あ、俺は踏めばいいか。あ、ほら。そういうことだね。で、オッケーだけど。俺どうしたらいいの？あ、わかった。吉田さん、わかった。けど、ダメだ。ん？あのさ、多分違うかな。みちょさんがこっち来る方法はない。さ、うん、犬がプロペラ上がってからワンチャン上乗ってこれで行けんのかな。そっから犬を呼べれば行けそうだよな。これは呼べんな、多分。よし、整理しよう。これ、キーマウじゃ俺無理だな、絶対。自信ある。え、なんで？こんな細かい操作俺できねえ。嘘。できる？できんかな？カチカチやれば。待ってね、まず考えよう。うん、上のやつを。だってさ、議長さんが。多分そのプロ。あれだって犬が踏んでくるでしょ？踏んでくれる。だから議長さんここで、そうね、
犬の上の上乗って、その上の方行ってでしょ。本当だね。よし、お願いします。何回終わらなきゃいけないんだよ。言いづらいんですけど、うん、ここ僕取れない。議長さん下や。下だね、これ。うん、入れよ早く。俺はやる。もうわかった。お前に終わるのは最後だからな。はい。なぜそのボタンを押したまんまだの。はっ。今までで一番高かった。あるやつに乗ればいけんの。いや、最後のあれはトラップだって。あ、それそっちではないんだ。あー、またおめえその音聞かなきゃいけないのか俺は。あのスイッチで何が起こるかだよ。犬が上がるようじゃない。ああ、じゃあ。あ、待って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 。あ、で、そこで乗れるか。いや、乗れる。乗れたわけない。いや、俺犬と上がるんだったら別にいいんじゃないの、ここで。そうか。全自動で落ちるんじゃないの。頭ずりー。あ、6番のサイコロはあるけど。6番この上に。勇者さん、また追いかけっこして。もうやだよ。大丈夫。うん、あ、重っ。重っ。はい、やっとだ。どんぐらいなんだろうね、これ。次ぐらいで一旦にする。まあ、それも
ミラコナイスありがとう。うん、全く集中してないよ。ひとみさんもありがとう。犬使い出したぐらいからもう訳分からなかった。家なのか、なんか店そうだな。ええええなんかおいごめんなさい、どうやって言われてるんだ助けてください。危機感よ。すみません、いないのかな。電話だけでも借りれないか。あ、そうだ、電話から行ったんや。そう、そんなのどうやって、普通に中に入ってさ。どうやって、全く同じリアクション取ったよ。鍵？鍵かかってる。え、あ、じゃあミュートします。うわ、すいません、勝手に入っちゃって。あの、どうしても電話を貸してほしくて、やばい人に追われてて。あの、それに話しても無駄だぜ。うわって言っても聞こえるわけやもんね。あれ、青いパーカー着たクソガキ、実質俺みたいなの。アビル、あ、それはごめん。僕には分からない、寂しいよ。またこのミニゲーム、めっちゃ多い、めっちゃ多い。当たったか。これ弓矢だよ。なんかすっぽんに見えんだけど、トイレの。
弾幕芸かよ。あ、いやーすごかったね。いやーもう すごいことなってましたよ。え、何？助けてほしい。何があったんだ。できない、無理。おじいさん、おじいさんおじいさんってさっき襲ってきてたの。あいつ以外誰がこんなことやるんだよ。助けないと。え、そうだね、俺ら殺されちゃうね。あれピエンだよな、あんなの。何があったんだ。もうなんかショッキングすぎてちょっと嫌だこのゲームなんか先を見るのが怖いよ、もう。センチメンタルヨシアやんいや本当にこれはね、俺の心が持たない。これ以上のこれ以上のちょっと結末は無理よ。耐えられない。え？あれ？何これ？ドットだからパッと見わかんねえんだよ。これって。あいつじゃん、やっぱり。え？崖から落ち。え？あれ？普通の人がいたよ。お、修理できる。え、でもダメでしょ。え？お、かわいそう。殺された人だったってのもかわいそうでしょ。そうだけど。え、これだって殺されちゃうよ。あー、そういうパターンですか、これいや、俺は無理だ。俺は無理だよ、見ちゃったもん。殺すか、見殺しにするか、わかんない。議長さんサイドが何だってか知らないから、まあ、まあ正直そのまま死なせてあげた方がいいんじゃないかなと思う。あ、なんかこういう感じなの。お父さん選んだから、お父さんが。え？お父さんが？え、さっきの夫婦の旦那の方だったじゃん。あ、そうなの？俺よくなんかあれ、あそこでウサギと一緒に死んでたの。あ、そうなの？そう、あれお父さん。わ。耐えられないこれ。やめてくれよ。殺しちゃうんだって、あんな生き返らせたら僕は殺されるもん。普通に考えたら。いいことないじゃん。あ
な目の前でもう3人目ぐらい殺されたに多分この子がさっきのおじいさん殺したんだよね。パッと見だけど。おじいさん。さっきの見殺しにした人。ああ。なんか変だったかな。いや、普通の人間の姿に見えるのがおかしいことじゃないの。もうそれ自体が。うん。この辺にしときます？じゃあ吉田さんのメンタルがね、うん、ちょっとねもうなんか悲しいというかブルーというかブルーな気持ち、うんマジででもなかなか衝撃だよこれ。途中セーブあるの？あるか。あ、でもなんかずっとセーブしてたよね。じゃあいいか。でもちょっとこの後怖いな。怖いな。お母さんどうなったんだろうな。じゃあ一応来週ってできんのか。ああ、そのいろいろ企画的に、まあ後でまた見て、また見てつぶやいてお知らせすればいいですよ、うん、はい、じゃあ、うん、次回も続いて、まあ来週かどうかわかんないけど、そうね、次回もこれやりますちょっと続きを進めてでも吉田さん的にちょっと怖い部分もあるんでしょ。なかなかショッキングだったよ。後で見てみて。全部終わってから見ようかな。あ、そうね。うん。その方がいいかもな。うん、だと思う。じゃあ、今日はこれで終わります。終わりまーす。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだねー。いやあ、心えぐられる気がするな。